なこんばんは。ペイントークの哲也むいです。ペイントークの哲也ねるです。みんなこんばんは。今日もね、二人でね、お絵かきしてっけんね。みんなもよかったら一緒にお絵かきしようね。さっきね、ツイッターにもね、書いたんじゃけどね、今日はね、ねるちゃんね、新しいイラスト描くんよね。うん、全く何も考えずに、なんか素体だけ描いちゃったんだけど。うん、かわいいね。みんなちゃんと見えとる？なんか、私の方だとすげえ汚ねえなとか思っちゃって。ラフだからね。うん。これからね、ちょっと仕上げのところまで一緒にね、描いていくもんね。うん、うちもね、ちょっとアイコン描きようかな、描こうかなと思って。今ね、ちょっとあの、線画をね、なんかね、可愛くしたいなと思って。今日はね、ちょっとそこまでいけたらいいな。だね。じゃあね、うん。うん、じゃあ早速描いていこうかね。うん。なんか配信準備の時にすっごく書き直したくてうずうずしてた。そうなうん、なんか位置がおかしいなとか、うんうんうん、気持ち悪いなとかなんかすごく思っちゃって。え、ちょっとリッツこんばんはこんばんは。先生こんばんは。あんさんこんばんは。びっくりしてしもた。いらっしゃいませ。いらっしゃい。どうしても私の方あんまりちょっと画面見えてなくて。ね、つづらりょう先生っていうね、漫画家の方がいらっしゃっちゃるんよ。なんだってなんだってびっくりしてしもた。漫画はいいです、漫画は。そうなんよ。ね、うちも書いてこう。もういつか漫画を書きたいなって思ってるんだよね。あ、ほんまに？ほんまに。この色不思議。あれ、なんか、ペンの具合が、ペンの具合がちょっと悪いな。なんか今日のあれじゃね、ねるちゃんの女の子ちょっと落っこっちゃるね。うん。劇飛ばしとるの？いや、なんか表情つけたいなと思って。ほうほう。なんかペン消えたのかな。ねえねえ、表情生き生きするね。先帰っていった時と全然違う。なんでだ。ちゃんは私たちのやつ描いてるけど、そのコース前見たことあるんだけど、新しいやつ。あのね前にあの YouTube のヘッダーどうしようかねって書いちゃった時のあのラフが残っちゃったけんね、それを使って今描いちょるよ。なんか見たことあるんだよ。いや、夢の中で見たのかも。え？まさかの。あれ？なんかあれだな。出てこないな。このものは取れるけど。ポーズにはこうってなんか一人か二人ぐらいしか出てこなくて、うん、腕組みの子ここまで書いたら多分なんとなくわかるんだろうけど、いやわからないな。こうやったらもう誰かわかるじゃん。あ、馬娘じゃん。この子わかるじゃん。メジロマックイーンちゃん。そうそうそう、メジロマックイーンちゃん。
も顔があげませんの顔になっちゃるよ。え？顔があげませんの顔になっちゃる。あげません。あげませんって何？え？え？アニメで。食いしん坊だから。え？あのスペシャルウィークに。私アニメちゃんと見れてないんだって見れなかったんだって。あ、そうなん？あ、カペルさん、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。今日はね、お絵かき配信じゃけね、みんな、なんか、お絵かきしながら見てくれると嬉しいね。嬉しいね。うん、なんか向きがおかしいな。何しよう。あ、漫画いいな。漫画見たいね。りょうさん、作業しとるんじゃね。あ、ねえ、また漫画描いちゃったりとかしとるのかな。調べます。ビジュアルマクイーンってどんな感じか調べます。マクイーンちゃんかわいいよね。うちもね、最近あの馬娘で遊ぶの結構ハマってしまっちゃってね。ハマったんだ。私デイリーすらもやってなくてさ、最近、うんうん、あ、やべえなとか思ってるんだけど、でも、うん、眺めるのはめっちゃ好きなんだよ。あ、レースしとるの？馬娘普通に、いや、眺めてねって言うと、ゲースではないんだけど、なんか、普通にキャラクターとしてすごく可愛いじゃん。可愛いよね。だからね、いいなって思って、可愛いなって思って。最初入り口のところでさ、あの、いろんなあの、ウマ娘選んでね、置いとけるじゃん。置いとける？あの女の子いろいろと変えられるじゃん、そこの場所って設定で。うん、あー、 すごいよね。みんななんかそれぞれのなんかさ、掛け合いっちゅうの、セリフっちゅうのちゃんと用意されちゃってさ。うち今ね、ナイスニンチャちゃんをね、うん、置いちゃるんじゃけど、めっちゃ可愛いんちゃ。いやー、私あれだよ、ゴルシだよ。ゴルシ、ゴルシ置いちゃる、うん、ゴルシすごい賑やかそうじゃね。ゴルシとあのオグリキャップがすごく好きで、オグリキャップが特に好きで。うん。でもねるちゃん前あの変えちゃったもんね、二人東海帝王と二人でセットで、うん。一番最初に変えた娘が。うん。そうだね。うちね、桜爆心王が好きじゃけんね。娘描いてみたいね。なんか描くって言ってなかったっけ？結局やめたんだ。いや、描きたいよ。描きたいけど、今なんかほら、アイコンとかね、他のものも描きたいしね、と思っちゃったっけ。ね、ちょっと近いうちに描きたいね。うん、桜爆心を描きたいね。桜爆心を、うん。うん、桜爆心王とね、春うららが好きなんよ。また揃いやすいところ好きなのね。かわいい。めっちゃ応援したくなる。桜爆心王もかわいいよね。春うららもめっちゃかわいいよ。うらら、はるうらら、あれ、さすがくの子でしょ、うん、なんか結構負けてた。負けてたって言ったらダメだね。あの子かわいいよね。かわいい、めっちゃかわいいよね。なんかすごい、あの、なんか、癒しみたいな。そう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 、癒し、うん。すごく癒され。アニメもかわいかったし。
なんか見る道おかしいな。やっぱあれよね、そこら辺のラフの段階でね、やっぱそのパーツの大小っていうかね、デッサンとかその辺気をつけて直すとかんと、あとあと大変よね。厚塗りだから後で直してる部分もあるんだけどな。うん、そうだね。なんで馬娘に描こうと思ったんだろうっていう気。いや、もう一つはなんかこの表情だから、うん、エミリア、うん、リゼロのエミリア、うん、エミリアさんをなんか描こうかなみたいな感じで思ってたんだけど、うん、なんかそれもちょっと違うなって思って、最初のふんわりとあのベースで描いちゃった時にうち剥がれんのみたいな、どこに見ちょるねって話しちゃったね。でも私剥がれん自体そんな知らないから、うんうん、うん、なんか見てたのは見てた、うん、見てないか、全然わかんないしな、見てないな。まあうちが似ちょるかなって思っちゃっただけじゃけんね。マックイーン、うん、どんな感じのイラストになる？背景とかはどんな感じになる？背景どうしようかな、また考えておく。なんかそんな感じの表情だとゴルシー欲しくなるよね。見たいかから。ん？いや、遊び的なイラストだから。今ね、あの線がさ、清書しちゃうんだけどね、うん、うん、あの最近ね、あのツイッターのタイムラインとかでイラスト見ちゃるとね、結構なんか太めの丸め、うん、太めの線画でさ、すごい可愛いイラストとかいっぱいあってね、うん、最近そうだね、あの太めでさ、ちょっと色付きのあの線画っていうの、黒い線があんまり主張しちょらんような、うん、絵っていうかね、あれすごい見かけてさ、めっちゃ可愛いなって思って、あ、そうなんよ、あのね、アンさん、うちが今変えちょるのね、新しいアイコンにしようかなって思ってこれ変えちょるんよ。制服だな、これは制服だな、制服だ、制服の方が可愛いような気がする、ね、あ、マックイーンの服装決まった？レース服より制服の方が可愛い、絶対可愛い。いやーでも、これはもう落書きみたいなもんだからな。あ、そうそうそう、あのね、今ネルちゃんが描いてるのはね、メジロマックイーンっていうね、お嬢様系キャラなんよね。そうだったと思います。そうそう、お嬢様、お嬢様、メジロな、メジ、メジロ家のご令嬢みたいな感じだったっけね。えメジロ家は結構いるからね。今描いちょる絵もね、なんかその
止めにしたいなと思ってるんだけど、どうしようかなって思って。そうやってすぐ取り入れれるのはすごいと思う。したいしたい、まねっこしたいよ。うち私は無理だ。ただね、ちょっとその、思い立つ前にもうね、これあのペン入れ始めてしまうちょったけんね、ちょっとね、一旦そこまで進めてからね、ちょっと効率ちょっと悪くなってしまうんじゃけど、そっからちょっとちびちび直していこうかなって思って。ちび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 見直せばいい。うん、わかんないよ、制服ってどんな感じなんだ。ウマ娘の制服めっちゃ可愛いよね。うん、可愛い。どうしようかな。個人的にはね、すごいあの赤ジャージなのもポイント高いよね。うちジャージ赤好きじゃけん。いや。同人誌で40歳忘れたけどになったマミさんを読めばいいと思うよ。そうなん。うん、まどかまゆりかでも赤ジャージを常に着てるみそじになった。あの、そうなんじゃん。どうしようかな。ねるちゃんってさ、線画シュって引ける方？線画？線画はちょっと雑に引けるけど、そっか、塗りでちびちび直していくタイプじゃもんね。うん、いや、一応できるけど、一応練習はしてるからできるので。なんかね、シュッともこれでも触らんっていうぐらいのこう線が引けんくてね。どうしてもやっぱりちょっとこう一通り書き終わった時ね、ちょっとあの線のところ削ったりとか、二度書きっちゅうかね、なんかね、やっちゃうよね。ここら辺がね、シュッて折ってしまえばスムーズに。おかしいねそれ。これね、デジタルじゃったらいいんじゃけどね、アナログじゃったらね、全然そんなことできんけんね。ずれてるな。そう、なんかね、アナログじゃとね、こう、思いっきりかけとるときあるのにね、デジタルじゃとね、直しができてしまうけんね、結構、絵を撫でてしまうっていうかね、なかなかこう、コントロール Z でね、戻して、書いて戻してみたいな、多くなってしまってね。仕方がないような気がするけどな。ねえ、もうその分ね、すごいこう、一生懸命、その、書けるけんね、クオリティ上がるのは嬉しいんじゃけど、やっぱ時間取ってしまったりとかするけんね。うん。あとさ、やっぱりラフがやっぱりさ、一番書けちゃうこと多いじゃん。ラフこうガリガリ描いちゃった絵の方がさ、すごい生き生きしちゃったりするんじゃけど、それは仕方ないよ。私もそれが嫌だから厚塗りにしてるのもあるし、正直わけわかんなくなってくる。このラフの時良かったのにね、すごいこう点画になったらね、すごい硬くなってしまうけんね。いいのかな、なんていうの。ねえ、ゆり
自体がそこまで綺麗に達してないからなんか線が浮いてしまうとかなんかいあるのはあるんだけど。うんうん。わかんない。ラフの方がいい、めっちゃわかります。ねえ、じゃろうじゃろう。うちもさ、すごい。鉛筆がでかいちょった時はすっごい良かったのに、なんか、学校でね、水彩とかで塗るとね、べちゃべちゃになってしまって、鉛筆画で提出したかったっていうことがもうね、ちっちゃい頃からずっとあってね。今もあれじゃない、今はね、ちょっとだから、こういうこともあるけんね、結構線画のね、描いた後のその、強弱とかの辺の入れ直し、すごいやっとるんだと思う。でもね、やっぱそういうの乗り越えたときすごい嬉しいけんね、なんか。絵を描いとってやっぱり一番嬉しいの、ラフ越えたときじゃね、やっぱり。ラフ越えたとき。うん。いや最近線画しないからあれだけど、あーなんちゅうかね、あとその前の工程よりもクオリティ上がっちゃると嬉しいかなって感じ。ねるちゃんとかをさ描くときのモチベーション、あすごいエッチじゃん。かわいいね。うんうん、あモチベーションさどうやって保っちゃる？うちとかはさ、絵描くとき、スランプが長いので、モチベーションっていうあれが正直ないです。そうなん、最近荒れちゃったもんね。いや、ほら、前も。本当に描けなくて、いや、やばいなって思ってたんだけど、うん、まあ、仕方がないよなみたいな、とりあえず描くか、みたいな、もうがむしゃらに描くしかねえよ、みたいな感じで描いてた。まあ、そうだね。これじゃ長すぎるもんな。スカートってもっと短かったような気がしたんだけど、そんなことなかったっけ。大した。なんか、違うんだよ。短いです。短いです。お嬢様っぽくてうち嫌いじゃないけど。違うんだよ。そういうあれじゃなかったんだよ。もう、短いんだけど、この辺なんだけど。うん。なんて言ったんだ。この辺なんだけど、足の長さ的に？位置が分からなくなった。立ち位置？位置。見て、こんなにちっちゃく描いてるんだよ。ほんとじゃ。背景でかい。いや、切る。いつもちっちゃく描いて、うんうん。拡大して、切ってる。あ、サムネイル戦法しちゃるんじゃ。賢いね。サムネイル戦法？それ。うちとかは、絵を描くときのその構図っていうのかね、一番最初のさ、キャラクターとか、あれあれ、斎藤直樹先生とかが言っちゃったやつ。最初に、大きい用紙にざっくり書くんじゃなくて、ちょっとちっちゃい四角い枠作って、うん、そこにキャラクターシャッシャって書いて、で、この構図でいけるって思ったら、それキャンバスに貼り付けて、引き伸ばすってやつ。ねるちゃんはね、ねるちゃんガリガリ書き込んじゃったからちょっと違うかね。なんか小さく。でもね、最近会社でね、絵コンテ書く機会があってね、久しぶりにね、サムネイル戦法やったけど楽しかった。やっぱね、あの段階でね、すごいこう、
イマジネーションを膨らませながらね、すごいこうガリガリ描いてね、うん、で後からあのそこのね描けたやつの中から絵のを選んで並べていくっていうのかね、あの自分の考えたアイディアとかをねこうパズルみたいにこう組み立てていくんがねすごい良かったんよ。のりしろさんこんばんは、いらっしゃいませ。今ね二人でいらっしゃい、はい、ちょるよ。ねるちゃんね、今のメシロマックイーン買いちょるんよ。書いてます。書いてます。手がでかい。絵がでかい。あ、くそ。この状態だったら尻尾が描けないじゃないか。え、描けそうじゃない？尻尾ってこっから出てるわけじゃないんだよ。うん、え、そうなの？ あれ、尻尾はスカートの、その…あ、スカートの裾から出ちょるん？めんどくさいな、どうしようかな。知らんかった。馬の尻尾って垂れてるからな、その結構長いよね、サラサラじゃよね。これは違うな。これは違うんだよな。忘れていた尻尾のこと。例えばね、あのこの前ねねるちゃんとお話ししたんじゃけどね、うちねあのなんかした？ようやくねバイオ8変えたんよ。ビレッジ。やだやだ。怖くないけどやだ。いや怖くないけどやだ。いや本当、ごめんなさい。なんかね本当にねあれやると本当に動けなくなっちゃう。え、でもセブンは乾燥してくれるんじゃろ？するする、セブンは乾燥する、うん、セブンは乾燥するけどもみたいな感じかな。確かにね、ちょっとね、エイトね、うちも遊んだんじゃけどね、ちょっと難しくなっちゃったね、やっぱり。セブンは遊んじゅる人向けって感じだった。でもね、すっごいあのユニバーサルスタジオジャパンのさアトラクションになるんじゃないかっていうぐらいこう世界観っていうかね、あのステージ構成めっちゃ凝っちゃってね、あのめっちゃ楽しかった。テーマパークね回っちゃるみたいな感じで。いやー、多分あれはできないな。うん、できないね。うん。ヒントじゃあ、うちがのねるちゃんから引き継ごうかな。見たけど、多分無理だね、私。うん。あっ、いけ、やっちゃった。お目目と髪の毛分けちょきたかったのに。あー、合体しちゃっとる。最近ね、あれなんよ、あの前も別に意識してなかったわけじゃないんじゃけど、ちょっとあの目と髪の毛ね、ちゃんとパーツ分けてね、あの髪
髪の毛をちょっとこう透けて、ちょっと髪の毛の奥にちょっとこう目がちゃんとほんのり見えるような処理したいなって思って。髪の毛と顔を分ける。目と眉毛のところかね。言ってることがわからない。え、あのなんていうの、ちょっと待ってね、私の技法じゃないか。何、あの髪の毛がちょっと透明半透けするっていうかね、髪の毛がさ目にかかるとさ目隠れてしまうじゃん。ああなるほどね、はいはいはい、はい、毛先のところだけちょっと透明度落としてあげてね、あの奥の目とかがちゃんと見えるように仕上げるっていう処理。これ大切。これすごく大切。そうなん？なんか、半分ぐらいでいいよね。トリシオさん、お二人とも素晴らしい書いてますね、100点って。めっちゃ褒められちゃう。嬉しい。ありがとうございます。トリシオさん。あ、トリシオさん。ドリゾラさん、ありがとう。どうだったっけな。うわー、ここに乗って。で、マックインちゃんの制服ってあれちょっとだっけ、ちょっとほんのり紫なんじゃっけ。あ、紫入ってないでしょ。ん、え、全員制服ってそうじゃん。うん、何色じゃったっけ。紫だっけ。なんか気おかしいな。でもさ、ニュースでさ、雨がめっちゃ降っちゃってね、あの大変みたいな感じだけど、あれじゃね、7月になってからなんかすごい梅雨というか雨がざーって降ってきちゃう感じよね。うちね、暑いの苦手だからね、早く夏終わってほしいけど、夏のイベントも楽しいの多いからね、終わってほしくないしっていう、なんかすごい二律背反っていうかね、すごいモヤモヤしちゃう。ちょっと待ってね。ん？どうしたの？あ、暑いね。うん、暑い。うち暑いの苦手じゃけん。いや、いや、ちょっと待って。腕組んでるんだけど。うん。腕組んで、下に来て、こっちが出るんだ。腕組みで苦戦しとる？よしよしよし。いや。腕組み適当に書いたけど、とあれだね、見ないとダメだね。腕組み難しいよ。難しい。うちもさ、腕組み書いちゃっても。
難しいっていうわけではないんだけど、でもそこの添えちょる手の指の形とかすごい難しくない？うちそれが一番苦手、そっちの手が一番苦手だと思う、うち。あ、なんか間違えたな。なんか毎回手を組んで、その、うん、組んでが、そうで、ほんとね、腕と手難しいっちゃう。こう、待って、で、上に乗ってて、これが上に来るんだ。こっちが上だ。で、こっちの手が中に入るんだ。こっち、こっち中に入るんだ。中入れるん？中入れない？うちはもうやめてよ。うちは二の腕に添える手と、あ、そうじゃね、入れちょるね。うちも腕組みって言ったらさ、ワンピースの空島の沼の試練の人がすごい変な腕組みしちゃってね、それがすごい印象に残っちゃって、で、おめ、おん、腕なけえな、うん、あ、そうそうそう、腕組みするとね、腕のデッサンちゃんと、こっちがこうだ。うんうん。うちになるから。のぶさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。今ね、こんばんは。お絵かきしちゃってね、今ちょっと腕組みポーズのね、腕の長さで今ちょっとねるちゃんが頑張っちゃいます。こんばんは。うん、腕の長さむ難しいけど、でもこういう難しいポーズの絵とかいっぱい描いてあるとすごいデッサン力高まるよね。うん、想像で描こうって思っても描けるんだけど、うち無理。資料欲しくなるね、腕組み中に入って、で、うん、で、こっちでいいな。で、何しろさん、初見なんですが、ほのぼのしてていいですね。あ、ほんまに？ありがとう。いつもね、こんな感じでね、二人でこう、お絵かきしたりとか。誰が初見って？のりしろさん。のりしろさん、のりしろさん初見じゃないじゃん。え、そうなん？2人の配信の時は多分初めて、私の配信の時にちょこちょこ来てくれて、うんうんうん、こんな感じでね、2人でおしゃべりしながら書いとるけんね、よかったらね、のりしろさんも追いかけしながら一緒に聞いてくれると、見てくれるとね、すごい嬉しいです。のぶさん、腕組み自分も苦労したことあります。ねえ、すごい難しいよね。なんか手とさ、腕。あとね、うちね、足が苦手ないんよ。全部苦手じゃね。足苦手。足は本当に苦手。でもね、厚塗りだったら楽。長さがね、すごい。バランスがね、すごい難しいよね。うん、イラストで描くときのさ、なんていうの？ちょっとこう、モデル体型の方に描くべきなんか、ちょっとね、リアル寄りのちょっと
手足太めの短めどっちがいいんじゃろうかみたいなね、描くイラストによってちょっと変わってくるけんね。ねるちゃんってあれじゃんよね、すごいあのモデル体型じゃよね、イラストスレンダーのイメージある、うん、スレンダー、うん、え、すごいシュッとしてる感じあるんじゃけど、こうね、モデル体型っていうよりそのなんだろう、狂いが嫌いだから、そのなんて言うんだろう、体のバランスの狂いがすごく嫌いだから、その辺気をつけてて、多分それがすごく目立つんじゃないかな。ねるちゃんはなんか首をかくのが苦手なんじゃっけ？首？ん？首？首？首？ああ、首で？首じゃなくて、ね、何が苦手って？まあ全部苦手なんだけど、うん。前は、今もだけど、この肩のラインが嫌いで。うん、と言いながら今修正かけてるんだけど、この肩ってさ見える？この肩、うん、見えてる。僧帽筋のあたりのこと？ね、例えばこれだったら首あるじゃん。うん、見えるね、見えてるね。見えてるよ。首って、首ってだいたいここにあって、鎖骨があって、うんうん、三角筋があって、で、この苦手な部分ってまずここ、僧帽筋のところじゃない。降りてきて、で、うん、これちょっとおかしいんだけど、三角筋があるからここで丸にする。もうちょっとねるちゃんキャンバスもうちょっと動かして、とりあえず首が1、首筋に三角筋のところのこの、うん、鎖骨の出っ張り、うん、からの脇、うんうんうん、すごいわかるね。あ、確かにそこ一番苦手じゃない。このここじゃなくてここが苦手なんだよ。わかる、めっちゃわかる、うん、この流れがすごく苦手で、で言ってしまったらここに丸つける人がいるけど、ここに丸つけてしまうと三角筋ってもっとなんか高い位置にあるっていうか、ここにあるとしてもここもつなげたらおかしいんだよ、うん、ここに一回クッションつけて三角筋に行かないと体のバランスとしてはちょっとおかしくて、だからといってこの線が邪魔になってくるんだよね。うん、こうやって描いたら結構スムーズにいくけど、で5番目が得意で、この骨のライン、骨で骨、肋骨、簡単に言ったら肋骨をてしまったらもうあとはくびれになるから、この辺は楽なんだよ、うんうん、で次苦手なのが腰、腰のあたり、このあたりはもう完全にこう一緒の土台を作ってあげないと腰をかけなくて、それで体のバランスができるのかな、うん、うちもなんかそこら辺ってすごい複雑だから苦手じゃねえ。ここがすごく苦手で、こうやって丸つけて描く人とか、うん、めっちゃ苦手なところいっぱいあるね。うん、基本的にすごく苦手。全部が苦手。
基本的だけどすごくでもな、うん、本当にこの辺りがすごく苦手で、でここの辺りはまあ得意、ここの肋骨から腰にかけては得意なんだけど、またここで苦戦するっていう感じかな。うんうんうん、すごいね。でもねるちゃんの顔アップに逃げるのはすごい、言ってもちゃんとあの全身描いてるからすごいなって思うよ。だってうん、何かで掴んだら簡単じゃん、みたいな、S 字に変えてみたいな、三角筋変えてって、三角のちょっと内側からその部分変えて、こっちも一緒で変えて、肋骨書いて、すぐにくびれ書いてで、ここで土台作ってあげて、で、うんうん、足のこういうの作ってあげて、やっていいか。で、腕を作ってあげてみたいな。趣味的には簡単なんだけど、対してちゃんと知識がついていけてるかみたいな部分が、でもそういうのってやっぱり、知っとるから苦労しとるっていうところあるかなって。うちも、だってちっちゃい頃とか絵描いちょった時ってね、その構造とか別にそんな意識しとらんくて、体からはね、手と足が生えちょるよぐらいの認識で描いちょったけん、なんかそういう時、その時はね、すごいザクザク描いちょったけど、なんか逆に知りすぎるとなんかあれよね、そういうところちょっとこう考え込んでしまって手が止まってしまうようにはなったかな。でもそれも大事だと思うんじゃけどね、勢いで描いていい絵とダメな絵があるけんね。うん、非常に難しい。うん、まあでもそれってやっぱり回数重ねて、やっぱりあのすって書けるようになるまでいっぱい書くしかないよ。ああ、最近のスランプっていうのがそれに加えて顔も書けなくなったから、あ、やべえなってて、うん、なんとかね。アンさん、僕もそうですね、怪人とか描いちょると関節とかね。でもすごい、それってすごいこだわりっていうかね、そこで一生懸命考えた時間って絶対無駄じゃないけんね。やっぱりそれがやっぱりあの仕上がりの良さにつながるっていうかね、レベルアップになるけん。え、フォローありがとう。いや、普通のことじゃと思うよ。いう感じなんすよ。難しいよね。あの気持ちとしてはね、すごい焦ってね、あの急いで完成させてしまいたいっていう気持ちもあるんだけど、でもね、ちょっと作り込むところね、あの振り込めんかったらもったいないけんね。うん、髪の毛難しいな。お姉ちゃんは綺麗すぎるんだよ。私見てても発表しそうだもん、その髪の毛。あ、ヤンリンさん、こんばんは。いらっしゃい。どうも。今日もね、お絵かき配信だよ。ねるちゃんね、今、あの、目白マックイーン会長ってね、うちはね、アイコン会長よ。うん、手がおかしいな。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。
リュウさんもウマ娘知っちょる。メジロマックイーン好きなんじゃ。あ、いいよね。私もめっちゃ育てたメジロマックイーン。最初の方に手に入ってメジロマックイーンは、うん、育てるやつが本当に少なすぎてメジロマックイーンをひたすら育てて。え、そうなんじゃ。うん、結構あの思い入れのあるというかね、あの大好きなウマ娘の一人なんじゃね。でもやっぱりオグリキャップが一番好きです。ミホのブルボンちゃんも好きじゃろ。え、ミホのブルボンちゃんだっけ、じゃっけ。あの子もすごい。ミホのブルボンボンちゃん、なんて子じゃったっけ、ブルボンちゃん。あ、くそ、なんで出てこないんだ、くそ。調べる。うん、あのねるちゃんがあの馬娘を教えてくれた時、うちに。ああ、ロボットの子だ、ガラスマシードの子だ。うん、ねるちゃんが教えてくれたの、ねるちゃんが買いちゃったやつね。いや、私書いたやつ、書いてるじゃん、あれ。うん、書いちょる、書いちょる。あの子も可愛いね、うん。ノブさん、普段ネルさんの声聞いてたけど、お姉さんの声に似てるから本当にすごい。ねえ、似ちょる？本当に、ちょっと嬉しいね。私ちょっとハスキーだけどね。うん、いいな。あ、ユリュウさん、やっちょる？あ、オグリ大好きな。オグリいいよね。いいよね。うん、仲間仲間。オグリ、かわいい。つうか、飯をいっぱい食べる子、ほんとかわいい。あ、いっぱい食べる君が好きってやつじゃね。ねるさんのウマ娘のイラストすごくかっこよかったって。おお、ね、あのねるちゃんのさ、あの、東海帝王とさ、オグリキャップのイラストめっちゃかっこいいよね。これありがとう、ありがとう、うん、嬉しいよ。山本クリニックさん、いらっしゃい。東海帝王すこすこ、うちもすこすこ、あれめっちゃいいよね。元気っ子大好き、うちも。東海帝王ちゃんもすごい太陽みたいな子じゃよね。ま、マクドの人、山本さんマクド、うん。ゆりゅうさん、食いしん坊いいよね。わかる、うちも好き。ほんとかわいい。なんか目が離れてるような気がするな。うちもなんかあれじゃね、ウマ娘実況してみたいな。あーパパパーパパパー、前、ねるちゃんちょっと一回やったもんね。やったノブさん、ライスシャワーが可愛い。ライスシャワーめっちゃ話題上がっちょるよね。あの、うちさ、まだちょっと2期をさ、途中までしか見ちょらんくてさ、なんかの友達もね、ライスシャワーめっちゃ、あの、アニメでよかったって言っちゃったからさ、うち今の、引き換え券持っちょるんじゃけどさ、まだ使い切れてなくって、ライスシャワーちゃんに交換しようかなってアニメ2期見てね。思っちゃるんじゃけど、実際にあれしようよ、馬券買って。リアル馬券買って、リアル実況したいんだよ。リアル実況。ゆうりゅうさん、最近は成田ブライアン育ててる。あ、生徒会長、いいよね。生徒会長でやっちゃるよね、成田ブライアンさんって。え、生徒会長ってあれじゃないの？ん？成田ブライアンちゃん。うん、なんかバランスがおかしい。どう？見えてないね。バランスねー。顔ちっくしたからちょっとおかしくなったかな。うん、生徒会長シンボリルドルフさんだったっけ。 ありがとう、教えてくれて。成田ブライアン、
ちょっとうちも調べよう。え？東海ちゃんは？え？東海ちゃんは何なの？東海よ。ビアハヤヒデの妹ちゃんだっけ。かわいい、めっちゃかわいい。うん、鼻に絆創膏つけとるね、すごい。うちね、馬娘始めてね、最初にあの引いて当たったんがね、ビワハヤヒデなんよ。そうそう、イベントでちょこちょこ見ちゃったけど、成田ブライアンズもすごいかっこいい走りしそうじゃねえこれ。あ、そうそうそう、メガネの子、赤メガネのね、かわいいよ、ビワハヤヒデちゃん、リュウリュウさん。私は当たらなかったよ。強いよ、ほんまに、いいな。そうそうそう。なんかね、すごいしっかりしちゃった子でさ、あの、うちトレーナーでさ、あの、指導する側なんじゃけど、あの、逆にね、うちがしっかりせんとなっちぐらい、ほんと。ねえ、あれすごい面白いよね。キャラクターがみんな生き生きしちゃって。どうした？なんかパーツ？顔の配置？配置。デッサン的にはあれかもしれんけど、目鼻のパーツの付き方それで大丈夫そうじゃない？うん、目鼻できるんだけど、毎回目がちょっと違う。そう、うち的にはそれベストポジションな気がするけど、ちょっとずれてるような気がする。アンさん、馬の絵文字送ってくれちゃる。うんうん、ゆりさんめっちゃ面白いね。面白いよねあれ、ほんとストーリーがね、めっちゃやりたいな、うん、ちょっと。変かね、てるちゃん、それ気になる？え、気になる。うち的にはもう全然バッチしないイメージだけど。やだ、やだ、やだ、やだ。あ、そういえばさ、ねるちゃんねるちゃん、あの、馬娘やっちゃってね、うん、あの、保健室でさ、休ませちゃったらね、馬娘の子、うん、なんかさ、変な仮面つけたさ、変な人が入ってきてね、パープロ君の博士みたいなやつだね。あー、なんかそんな感じ、なんかすっごいうさんくさい、なんかね、治療しますかって言ってさ、あれ全部ずっと言いし続けたら逃げていくよ。あ、そうなん。うちね、東海帝王ちゃんがさ、あの、辛いそうじゃけさ、じゃあなんかあの、体元気になるやつってやったらさ、めっちゃ体調さ、落ちちゃさ、もう、
散々な目にあったんよ。体力増加のやつでよかったような気がするけどな。なんか正しい選択肢あるん？あれなんか体力増加が一番いいよっていうのがある。選択肢いっぱいでしょってね。何を選んだらいいんか全然わからんくて。ユーリさん、飛行打つ人、それあれかね、アミバの方かね。うちがのその保健室であったのはアミバじゃったよ。ほんとひどい目にあった。いや、あのちゃんと治療してくれない人、え、間違ったかなとか言って、もううちそれで東海帝王ちゃん、その下のストーリー全然勝てんかったもん。うわらば、そうそうそう、その人その人。あれは確か体力増加が一番良かったはず。体力増加用のそういう選択肢あるんかね。体力増加だったっけ、なんかあって、その普通にそのパワー的なものを上げるより、うん、そのなんていう、練習量を増やした方が全然いいから、その体力マックスになるやつがある。それ押してもらえばよかったな。やったら多分成功だ。成功ではないけど、失敗するときももちろんあるんだけどね。ああ、じゃあうち引いたの失敗のときかね。かもしれない。なんだいしと。ユーリさん、笹張り市の人、そういう名前じゃったっけ。レースに勝てる飛行もおすすめ、うん、ねえ、すごい風のように現れて風のように去ってって、後に残ったの体調崩した東海帝王ちゃんだけじゃったから、もううち通り魔にあったんじゃないかっていうぐらいすごいトラウマじゃったんじゃけど、あれ あのすごい、あの普通に遊んじゃっても急なイベントでね、ああいうの出てくるから、ウマ娘すごいよね。あれはもう完全なランダムだから。うん、でもあれ全部成功したらどうなるんだろうと、たまに2回出てくる時もあるからさ。そうなんじゃね。あの、うん、普通にストーリーモードやっちゃってね、あの同じ子に何回もそらちゃってもね、絶対あのうまくいくときとうまくいかんときがあるじゃないけどね、やっぱりそのルートそのルートでやっぱりちょっと色違ったりするけんね、そこはあるよね。ユーリさん、成功するとコーナー回復と直線回復がつくよ。めちゃすごいじゃん。ウマ娘ってあれじゃもんね、あの練習してさ、スキルポイントっていうのをこうコツコツ貯めてさ、それを消費して、あの能力っていうの、スキルっていうのを身につけてレースで、あの強くなるじゃないけどさ、使える必殺技とか特殊能力を増やしていくゲームじゃん。え、針治療のその選択肢だけで2つもそれがもらえるん？めっちゃお得じゃん。うん、おお、かわいいかわいい。わかんなくなってきた。か
成功率も高めだからおすすめ。ちょっとうちね、次あったらお願いしてみるね。ちょっとうちはあの人が出るたんびにね、あの桜爆心音ちゃんじゃないけどさ、シュッて身構えてしまうよ。あれうん、でも一応逃げることもできるからね、うんうん、なんか3回家をやったらあのお姉さんが助けてくれる。競馬の元のゲームとかでもそういうのあるんかね。馬娘っちゃから出てきたキャラなんかね、ああいうのって。あ、そうね。パンフロ君に近いから、それに。うんうん。あれやってるんじゃないかな。ラビストとかに出てきたらびっくりするもんね、ちょっと。なんか。ラビストとかに出てきためっちゃうさんくさい人になりそうじゃん。いやもう犯罪じゃよ、犯罪。それはもう許せんよ。家族の馬をそんな体調崩して逃げられたとはっちゃう。いいかな。ラビスタ懐かしいね。なんかのうちあの馬のゲームって言ったらそっちのイメージがすごいあって。私は馬のゲームって言ったらコインゲームになってる。ああ、コインゲームにもあるんじゃん、馬の。コインゲームで、なんかかけて。ああ、前言うちょったね。うんうんうん。そうそうそう。なんか、メダルをかけて、なんか、一回メダル、1000円分買って、なんか誰が一番そのコインを増やせるか、あ、やるってやっちゃったって話しちゃったね。うんうん、やってみたいな。うん、あ、ゆうりゅうさんも昔よくやっちゃったってね。すごいこっちょるやつ、すごいこっちょるもんね。マックインちゃんすごいあれじゃね、すごいサラサラヘアになったね。うん。最初のあのラフの時にはあの後ろすごい結んじゃる感じの子じゃったけど、あれじゃね、すごい印象がすごいめっちゃ変わったね。多分みんなラフのところ見えてないんじゃないかな。私髪の毛一回消したし。あ、そうそう、多分、うん、配信のちょっと前のね。あの前にそうそう変えちゃった時のやつよね。軽く髪の毛いつもまとめるような感じで書くから、うん、大きな髪の毛の書くあれじゃないけどね。こんなもんでいいかな。あとはなんか適当にこんなもんでいいかな、こんなもんでいいかなとか言ってめっちゃ楽しんでるんですね。うちもあまり人のこと言えんね。なんかこういう髪の毛とかさ、長い線描くときどうしてもね、あの反射的にすごい新しいレイヤー描いてしまう、作ってしまう。本当はこの辺がすごいね、効率悪いから、もうさっとかけるようにしときたいんだけど。辺がね、レイヤーを消しとると動かせるし。うん。でもこれするとあれなんよね、
どれがどの線かわからんくなってしまうから、どれがどの線かわからなくなっ、どうしようかな、こっち手前に持ってこようかな。もうじさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。ちょうど今10時ちょっと過ぎたあたりなんじゃね。1時間か。全然進んじゃらんね。私まだ線画は基本的に入らないからなんだけど、うん、そうだね。もうそろそろ塗っていかないとね。お久しぶりじゃね。お久しぶり。どうしよう。これどういう髪の毛になってるんだろう。え？ふわーって、うん、一緒でいいよ。いいんじゃない。今日は行きたい。じゃああれじゃね、あのうちものねるちゃんが8走ったらうちもあ7走っとるけん、うちも7やりたいな。いや、うん、そう、なんて言うんだろう、なんか本当に体に力入ってしまって、なんかの死んじゃうんじゃないかなって思ってしまう。楽しみじゃ、エンディングが。あ、王子さん、ねるさん HP がついてますが、それはね、これはね、ちょっとね、うちの方でトラブルがあってね、ちょっといつもね、うちとねるちゃんにそれぞれの名前の字幕つけちゃったんじゃけど、今日ちょっとね、ねるちゃんの字幕がちょっと変になっちゃってね。字幕が変になっちゃって。そうそうそう。でね、ちょっと前にほら、ポケットモンスターの、名前だけで絵を描く企画うちのやって、その時の素材が残っちゃったから、ちょっとねるちゃんにはね、ちょっと今日、許可もらって、ちょっと、これでね、ちょっと今日我慢してねっていう感じで。そう、これはポケモンの配信の時に使っちゃう字幕じゃね。そうなんよ。でもね、全然可愛いじゃろ、これのウィンドウも。しばらくしたらね、多分ねるちゃんのあれじゃね、ロゴとかもね、作ってね、こっちに差し替えてあげられたら一番いいよね。
もうねるちゃんあれじゃね、影つけ始めちゃうんじゃね。うん、つけ始めないとまずいかなって思って。早い、仕事が早い。どうしようかな。なんか悩みどころある？悩みどころ？うん。悩みどころはこれ。これって？背景？背景のこと？うん、光の方向。あー、影の。ふんふんふん、これでいいや。マジさ、ネルさんのイラスト、ウマ娘の子。そうなんよ、メジロマックイーン描いてるんよ、ネルちゃん。描いてるんよ。え、ちょっと待って。トロネコさんいらっしゃい。サムネイル提供も、あ、うちちょっと間違えちゃったかも。ごめんなさい。え？ちょっと待って、ちょっと待って。王子さん大人気ですね。あ、ほんまに？あ、今年が若見さん、失礼しますますます。あ、いらっしゃい。あ、ちょっと待ってね。うちちょっとちょっと止めちゃうね。ねるちゃん、ちょっと会長って。はい、うん、ちょっと私字がちっちゃくてあんまりコメント読めないんだけど、ちょっとね、うちがちょっとやらかしてしまったから。みんななんてつぶやいてる。私絵の上達そんなに上がってるかな。それだと嬉しいんだけど。白鬼さんごめんね、今の。今のあの治ったと思うけん。ごめんね、うちがチェックすごい甘くて申し訳ないです。今年が若見さん2人のイラスト半端なくてすごい。あ、ごめんね、あの清子さんのイラスト全然ちょっと進みが悪くて。またね、あのお話ね、またね、追いかけ配信で変えていきたいね、あれも続き。
ナス。いや、そんなことないけんね。うちが悪かったけんね。本当にごめんなさいね。気にせんでええからね。うちがすごい、最後のチェックが甘かったせいじゃけ。本当、謝るなうちじゃけ。そんなこと気にせんでええからね。ありがとう、教えてくれて。助かったよ。ねるちゃんのマックインすごい、髪の毛すごい出てきたね、ツヤが。まだまだなんじゃよ。なんか顔嫌だな。二人の配信とても可愛いです。ほんまにありがとう。ね。ねるちゃんマックイン。どんどん完成しとるね。早いね。でも結構もう分かんない。マージさん、ミサのイラストは自身とネルさんですか？あ、そうなんよ。これね、新しいアイコンにしようと思ってね、書いとるんよ。私が若見さん、かわいい、かわいい、ありがとう、嬉しい。マジさん、定定ですね。定定じゃよ、本当に。定定うん。ててねえ、ててイラストにしたいなと思っちゃったけん。ねるちゃんとあれだよね、あんまり書くときにこうズームで倍率寄せたりせんよね。え、めっちゃするけど。え、めっちゃする？いや、めっちゃするよ。いや、するする、本当にする。あれどうやったら減らせるんかね。あんまり知らないだけだよ。いや、結構知ってる。あと知ってる。ほんまに？ほんまに。なるべくね、離れた状態でシュッとかけると一番嬉しいんじゃけどね。すごいな。うん。
もね、配信に載せちょるときはこれナビゲーター画面を載せちょるんじゃけどね、大ちょるところの画面うちすごい引いたり寄せたりすごい繰り返しょって目がしんどいなって思って、うん、最近意識しとるとちょっと自分でもやりすぎじゃなって思って、減らす回数とかね減らして、こういうところがすごいさ、なんか作業効率にちょっと関わってくるんかなって思って、うん、なんとか減らしたいんだけどね。今からちょっとズームするの減らしたいな。練習練習練習しかないよそれは。いや私も結構近く見るんだ。ゆうりゅうさん自分もめっちゃアップ繰り返して書いちゃうねえ、あれどげんしたらいいかね、あれ上手い人そんなになんか寄せちょる感じせんのじゃけど、ちゃんと絵のさ全体ちゃんと仕上がり見ながら描いちょる感じがしてさ、うちのこの線画とかはまだね、思考停止して大丈夫なんじゃけど、前にちょっと厚塗りで絵描いちょったことがあって、そこの部分ね一生懸命描き込んで描き込んで、で全体図見たら、あれっちゅうことすっごいやってさ。圧縮。音で光加えるからいける。日焼けしたマックイン。夏の合宿から帰ってきたマックイン。寄せて寄せないで、え、日焼けしとったら可愛いよ、そういうのじゃない、後で色変えるから大丈夫、後で引きで見るとすごい書き込んだところよく見えないとかよくある、それね、それないよね。うちもさ、さっきの拡大とかですごい書くの話なんじゃけどね、うちがさみんなに見てほしいところいっぱい書き込んだところがねそんなに目立ってなかったりするとちょっと悲しいよね。わかるな、なんかでもなんちゅうの、見えないところにこう神は宿るじゃないけどね、なんかうちらがそうやって頑張ってね、気づかれちょらんけど頑張って書いちょったところもなんかこう見る人のこう無意識にはこう刺さっちょると思いたいけどね、まあ、書いちょるときに自分があれってなったらさすがにちょっとね直さんといけんからあれじゃけれども、ね、難しいよねそこ。書き込みのねバランスよね。書いてる側としてはね本当に紙全部にさ自分の 100% ぶつけてあげたいんだけどね、上手い人とか見てるとやっぱりね入れ抜きじゃないけどやっぱりちゃんと書き込むところと書き込まんところで差別化してね、前ねるちゃんとさ添削のコラボさせてもらった時の話になるけど、ちょっと視線誘導とかにもなるもんね、うん、そういうのが、うん、そうだね、そうね、力の入れ加減脱力っていうんかね、ああいうのってなんかその作業効率のこともあるけど演出の一環でもあるからみたいなね、この辺をこうさっとできるようになりたいね。うん、
パンさん綺麗だな、あほんまに、ねえねるちゃんもすごい、おねるちゃんのめっちゃ綺麗になっちょる。ねえゆうりゅうさんもね気をつけようとしてる。ねえ一緒に気をつけて頑張ろうね。なんかおかしいなって思ったよ。はいはい。でも最近完成した絵をツイッターにあげたら細かいところまで見てくれる人いて、見てくれてる人は見ててくれてて嬉しかった。あすごいことじゃねー、いいよねそういうの、すごい、うん、嬉しいよねそういうこと、ちゃんと見てくれてる人おるの。マジさん最近絵描かなくて見る方が多くなりました。あーそうよね、なんかあのうちも最近はちょっと見る方が多いかな。でも見ちょるとあれすごい勉強になるよね、あの流行りのね、うん、そうそう、あの今日の配信のね最初のあたりにもねるちゃんに話したんだけど、あの最近あのちょっとあの太めのちょっと色付き線画のイラストめっちゃ可愛いの流れちょってね、あれはなんか流行りなんて、うん、なんかこう流行りの描き方とかねタッチとかあのインプットも大事だしね。こうやってねちょっと見ちょって、またしばらくちょっとね体を休めてからまた描いたらまた絵が上手くなる時もあるけんね。おおすごい、えねるちゃんめっちゃ早い、早いよー、ちょっと待って、遅い遅い遅い、めっちゃ遅い。それあれじゃろ、カルアラフじゃろ、カルアラフって何か。うん、ね、これ紫だな、すごい、いい感じ。アンさん、僕はこの時期は分け合って描きのペースが悪くなりますね。あー、もしかして、っていう関係ある？いつもね、雨が降るとね、めっちゃ元気、落ち込んでしまうけんね、わかるなー。なんかね、冬とかね、あっちの方がはかどる気がするね、うち、どっちかっていうと。ねるちゃんはなんか、あの、好きな季節ある？ん？秋？ねるちゃん？秋が好き？秋いいよね。秋いいよ。秋いいよ。あ、もしかして集中タイム？集中タイムじゃない。そんないいもんじゃない。その絵もじゃないの？
どうしよう。なんでか。ああ、雨とかが降ると辛くなるんかね。大変じゃね、アンさんも。またね、晴れる日がね、待つのも待たんといけんよね。うちもね、なんかもうちょっと調子が乗らんときはね、やっぱ別のことしたりとかするね。やっぱり今日ちょっと絵描く日じゃないなって割り切って、そういうときはね、お部屋片付けたりとか、あのゲームして遊んだりとかするよ。ロイさん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。ん？ロイちゃん？あ、ロイちゃん、いらっしゃい。お久しぶり。お久しぶりです。ねるちゃんは、ロイさんと。うん。仲いいよ。ね、今ね、ねるちゃんのメジロマックイーン買いちょるんよ。アンさん、夏場は、ああ、そうじゃね。季節イベントがあるけんね、夏好きなんじゃけど。絵で描くときとかはすごいね、イベントいっぱいあるから夏ってすごい大歓迎なんじゃけどね。ルミさん、お久しぶりです。ちょっと。久しぶり。元気だよ。ワンジさん、マックイーン可愛く描けてますね。ちょっと。よかったね。ありがとう。じゃあ頑張ろう。ねるちゃんあれよね、ウマ娘結構買いちょるよね。結構シリーズとして連作としてできちょるよね。書いてるね。最近はでも、うん、前ちゃんと書いてないかもしれない。なんだろうね。ちょっとずらずらしたペンが欲しいな。シロワニさん、お二人は何のソフトを使って書いてるんですか？ね、うちはね、サイツーを使って書いちょって、ねるちゃんはクリップスタジオを使って書いちょるよ。うん、クリップスタジオを使ってるよ。うちはね、線画とかラフの時はね、サイ使って描いちょって、仕上げとかはね、クリスタとかフォトショー使っちょるよ。ねるちゃんはクリスタオンリーなんだっけ？そうだね、仕事以外は。仕事は、フォトショー。画像加工とかそんなんだけど。うんうん。うん。あ、ゆりさんもクリスタ使っちょる。
クリスタすごいよね。めっちゃ便利じゃよね。うちあの素材も使えるのめっちゃ助かってるんじゃけど、あれ。ねえ、あれすごい便利じゃよね。あの吹き出しとかさ、あとちょっとした効果音、オノマトペとかさ、あの使って助かるよね、あれ。ほんとシロモニさん、クリスタほんと便利ね。ほんと便利じゃん。何あのね、神ツールじゃよね、ほんとに。あのうちあとまだ使っちゃらんのじゃけど、アニメーションもできるよね、あれ。すごいよね、うん。あ、そうそう、ブラシめっちゃ豊富。うちね、ブラシの本買ったっちゃ。何です、ブラシの本って。え、あのクリスタのね、ブラシがいっぱい入ってる本っていうのがあって、木とか滝とか、あと建物とか、そう、建物をね、窓枠入ってるのめっちゃ便利でね。あとね、結構面白いのいっぱい入っちゃってね。あ、ゆりさんも買っちゃる？あれすっごい面白いよね。うちね、すっごい目から鱗じゃったのがね、そうそう、ブラシ素材集ってやつ。そう、あれのね、ラーメンがすごかったんちゃ。ラーメンの丼、ラーメンの丼ブラシ。ねるちゃんのね、そのブラシでさ、ラーメンの丼のブラシがあってね、本当にあの写真で上から撮ったようなね、あのラーメンのやつなんだけど、模様か。それをね、あの目にね、あのポンって返し上げるとね、すごいあの目のキラキラの書き込みみたいに見れるっていうやつでね、いやーってめっちゃたまげたんよ、あれ。本当に、あ、ゆりさんわかる。そう、それで目が描けるって、ってね、あの、素材ね、拡大で見るとね、がっつりラーメンなんよ。がっつりラーメンなんじゃけどね、あれ、すごいなって思って。そうなんよね、最近のあの講座本って、あの、データがついちゃってね、めっちゃ便利。あの、うちの、鏡さんのさ、手の描き方のね、本とかも買ったんじゃけど、あれ、何が良かったって、あのね、アングルの鏡さんの手とかね、動画とか入っちゃうよね、あれ。あれよかったなぁ。ゆりさんびっくりだよね。いや、ほんとね。あの、目に魔法かけられた感じだったよね、あれ。すごい。え、そんななるのってあのね、完成したイラスト見て、あの、ぶった曲げたんじゃけど。あれ魔法のブラシじゃなって思った。もうあれ発想にぶったまげた。最近それの第2弾出たよ。ほんまに？ほんまに？すごいね、人気じゃんだね。ねえ、クリスタなんかそこら辺のすごい拡張性がすごい高いなって思って。今日はね、なんかあの落とし方じゃないんじゃけど、あのレイヤースタイルつけられるのすごい嬉しくって、ちょっとうちのイラストを描くときとかにちょっとこう描いたものにちょっとこう印つけるのとかにすぐにさってね、クリスタってつけられるからさ、めっちゃあれ便利なんよね。の間違えた。
栄養品ってやつ、え、なにそれ、めっちゃ気になる。あ、発酵てかね、右上のやつかな。姉ちゃんはさ、クリスタの機能ってどんなん使っちゃる？発酵ちょっと後で調べてみよう。え、機能って、うん、何レイヤースタイルとかはあんま使わん？レイヤースタイルってどんなんだったっけ？多分乗算とかオーバーレイとかめちゃくちゃ使うめちゃめちゃ使う？めちゃくちゃ使う。誰よりも使ってる自信はある。キュウリュウさん、西洋のお城とか松並みが描けるとか書いてあった。ほんまに？ほんまに？ファンタジー描けるようになるん？最近なんかファンタジーもの多いからね、ファンタジー。ウマ娘もちょっとファンタジー編に突入しちゃったし。ファンタジーもの描けるようになりたいね。あ、一見やっちゃった。欲しいなって思って本屋行ったら売り切れてた。悲しい悲しい。すごい人気なんじゃね。いやでもあの本実用性高いもんね。皆さんファンタジーものなら、あ、ねえ、キャラクターで、そう、キャラクターとか人を描いとるだけでもこう雰囲気とかね、世界観とかね、伝えることはできるけんね。それで全然書くのもありよね。え、でもさ、うちが知っとるあのブラシ素材集の流れからちょっとしたなんかの民家のあのブラシとかが入っちゃって、シュッて横に引くだけであの藁の木とかがザーって欠けたりとかしそうで、すごいすごそうな予感がするんじゃけどね。うん、自分で作ろう作れてしまう。いや、作れたらそれはね、それが一番いいんだけどね。すごそうじゃった。ちょっとうちも後で調べてみる。なんか、ん、いや、いいよなって思って。何が？便利だな。いや、便利だなって思ったら、ね。便利だよね。そうそうそう。ほんと便利。あ、そうなんよね。うまい素材作れたらいいんだけどね。多分その辺はねるちゃんに任せちゃうかな。うちは最近あれじゃね、あのチリブラシとかすごいお世話になったね。白いちょっとね、まばらに。チリブラシいいよね。うん。あのね、何？あの、普通のスプレーみたいな均一にこう散っとる感じじゃなくて、うちがあの、ダウンロードさせてもらったんは、なんかね、いい感じにこう、細かく大小のチリが散っとるやつで。あれね、すごいあの、ま、前髪あたりとかね、ちょっとあの、光がね、当たっちょるところにこう、ふって描いてあげると、ね、ちょっと空気の表現になって、すごい雰囲気出るんよね。うん。
お辺の素材作っちゃう人たちすごいよね、なんか。うん。あれじゃろ、あの秘伝のタレの公開みたいなもんじゃろ、あれってね。素材をこう専門で作っちゃう人もいらっしゃるじゃろうけど、なんかああいうの見るとやっぱり自分のね、あの書く時のそういう道具じゃないけど、やっぱり自分流でこうちょっとアレンジした方がやっぱり買ってはいいんじゃろうなって思って、うん、素材作れる人すごいね、すごいよね。使ってもいい、うん、使ってもいいんだけど、なんか、パクリみたいな感じで、なんか私はちょっと問われなかったりとか、結構あったりするかな、うんうん、それはあるかな。なんかあのブラシとかも好みあるけんね、もちろんね、その人がね、あの公開しとるやつがすごい、うん、手にしっくりくるとね、一番いいんじゃけど、結構あの、書き続けちゃう人からしたら、ね、全然問題はない、自体には全然問題なかったりとか、うん、だけど、うん、なんか建物のなんかスタンプとかになっちゃうと、なんかちょっと気が引けてしまったりとかが、あー、なるほどね、うん、まあそれもあるしね、あの買い買いちょるへのアングルとかになかなか合わんくて、結局なくなく自分で書くしかないよねとかはうちあるな、うん、そうなんよね。 あのうちとかもすごい、あの絵を描くときとか、その なるべくすごい、あのコーヒーって大変なものをなるべく、あのロイヤリティフリーの素材とかがあったらね、装置使いたいなっていうタイプなんじゃけど、ないよね全然そういうのって。これはもう違っちゃうものはみんなね、やっぱりちょっと有料ものとかになってしまうけん、やっぱねそういう時にやっぱり、あ、まあ、自分で書くかっていうの、まあでもそれがさ、やっぱり絵描いてる人の強みじゃよね、最終的に自分で書けばいいじゃんっていう、うん、そうそう、うちもね、なんだかんだね、お世話になってる素材ってやっぱり自分が作った素材じゃったりするんよね。あのうちね、結構あのイラストにね、テクスチャーをよく使っちゃってね、うん、その時によく使う素材がね、あのどっかの建物の石壁をさ、デジカメで撮ったやつだからね、もうそれをねずっとあの貼り付けて 使い回しちゃったりとか、あとねイカスミパスタを家で作って食べたことがあって、イカスミパスタ食べ終わった後のお皿がさ、すごい炭でこうワシャワシャってなっちゃって、あれこれ結構模様でいけるんじゃないと思って、あのスマホでね、うん、パシャって撮っとったらね、いやその素材がすごいよう使いちょってね、あのシンプルなイラストとか描くときとかに、この背景とかにちょっと置いてあげて、色をねなんか緑とか水色とかね変えてあげて、すごいこう腕の隅がビシャーってなったような感じになって、ね、そうそうそう、スマホ便利じゃよね、テクスチャーは自分ね、そうテクスチャーがね一番作りやすいね。うちもちょっとね
ねるちゃんみたいにちょっとこうブラシ作るところまではいけんのじゃけど、ねくちゃんまではね、あの、いける。そういう、そういう素材ってすごいなんか結構、うん、自分にとっての財産じゃないけど、これも一個の画材じゃよなって思って、大事に取っちょるよ。そうなんよね、なんかあの、ある先生から指導を受けてね、そう、あの、絵描きさんはあの、手元に必ずカメラじゃないけど撮れるものを、あの、手に持ちおきなさいみたいなね、外出るときとかにね。そうそう。テクスチャー作るため近所うろうろしちゃった。ねえ、なるなる。うちもね、最初の頃ほんまにね、あの、カメラマンになっちゃった。カメラマン？もうパシャパシャマンになっちゃったよ。あの、神社の境内とか入ってね、あの、苔が生えちょるところとかね、写真で撮ったりとかね、使っちょらんな。そう。なんかね、自分に刺さる写真がね、撮れるまでね、撮りまくるしかないよね。うん。私もカメラ欲しい。スマホでいいんじゃない？あ、そっか。どういうの撮ればいいの？よくわかんないな。ね、あの、まあ、あの、書くものにもよるんじゃけどね、石畳とか、あの、木の、あの、木を書くときとかのように、あの、木の樹皮とかを取っちゃって、それを貼り付けるとかね。ゆうりさん、木のアップとか撮ったりしとった。ねえ、木ね、すごいなんか、うちもあの、神社のなんかすごい、苔が生えた木とか撮るんじゃけどね、うちが描く絵にさ、そんなに苔が生えるような、こう、重厚感のある木じゃなくて、あの、ちょっと街並みに生えちゃうようなやつだからね、ちょっと、あの時撮った写真はちょっとあの、ちょっと重厚すぎてダメじゃったな。ね、そう、木もね、いっぱい取っちゃった方がいいよね。あの、木もいっぱい種類があるけんね。桜とかさ、針葉樹とか、広葉樹とか。ねるちゃんは何がいいじゃろうね。ねるちゃんあれじゃんもんね。最近じゃったの、炎とか氷のエフェクトとか。とか。エフェクトは正直書いてできるからいらないかなって。あれじゃったらあのイラストの構図とかの方がいいかもしれんね。ブロック壁とか砂利道取ったりしちょったうちと一緒じゃね。アスファルトとかね結構あの素材になるよね。そうなんよ。そう、あれじゃね、こう果物とか買ってきて、ちょっとイチゴとか敷き詰めて写真撮って、それ素材のイラストの背景にしたりとかね。クイーンできちょるが、めっちゃできちょるが、そこで消すっていうね。え、消さんで。ね、うちがこれ消してるわけじゃないんだ。
そのこからちょこちょこなんか私らしくしていくから。おお、なんかすごいかっこいい。めっちゃかっこいい。うん。あ、びっくりした。いいかと思った。さん神石ですね。いや本当すごいよね、ねるちゃん。なんかここら辺の光と影のあれの演出じゃないけどね。マックイーンさん、なんかどこにおるシチュエーションなんだろうね、これ。いや、こっからあれだよ、うん、色ついてるだけだから。言ってしまった、艶出しみたいな。ふんふんふん。なんて言ったらいいんだ、金属っぽくみたいな。ちょっとうちもここからちょっといつもの線の調子整えつつ、どうしようかね、丸み持たせようかな。ねるちゃんやっぱりシワうまいよね。ん？シワうまいね、やっぱり。あの前のの天才家さんのコラボの時も思ったけど。そうかな、あんまり意識したことないから。うん、ありがとう。うん、うちすごいシワ苦戦するから。みんなどげん感じかね。あのうちとかはね、線がね一旦描き終わった後になんかこうやってなんかちびちび削るタイムが始まるんよね。みんなあれかね、線が描き終わったらやっぱりシュッと塗り始めたりとかする？ねるちゃんはもう塗り始めるって。うん、もうあの線が一通りパパパって描き終わったらそのもう着色とかに入ってて、もし線画で気になるところがあったら塗りのところで修正していくみたいな。
まあ、うちもね結局こうやってなんかチビチビやるんじゃけど、最終的に塗りのところでも触るんよね。なんかなんかね、もうここの段階をね、なんか最初のあの線を引く段階でかけちゃったら一番いいんじゃけどね。多分あの線が入れるときにあの一筆入魂できてないんじゃろうなって思って。ゆりさん塗りで修正してくね。難しいっちゃ。これはね、どうした？めんどくさいなって思って。めんどくさい。いや、そういうめんどくさいじゃないんだけど、ね、塗り回りがちょっと。ゆりちゃん、あの11時半ぐらいになったらね、あのそろそろ寝し終わろうかなって思ってるんだけど、どう？うん、別に構わん。構わぬ？構わぬ。うぬ。うぬ。おー、仕上がっちょるね。いや、ところすごいね。いるとこが多いから、うんうんうん、なんかもうそれ完成しそうな勢いじゃね。明日には完成できると思うけど。明日には完成な。早い早いよ。でも知らないかな。うちもね、ねるちゃんぐらい早く描けるようになりたいね。ねるちゃんはグラフが異常に早いから、うん、僕のこと言わないでほしい。うち仕上げがすごい時間かかってしまうけんね、そこ直したいね。
あんまり顔は手かけない方がいいな。かけ込みすぎん方が逆に良かったりするみたいな。うん。キリッとしとって可愛いね。これぐらいで押さえて、ちょっと手加えぐらいでいいかな。眉毛黒い感じ？眉毛何も考えてない。何も考えちょらん？うん、いつもの何も考えてない。とりあえず描きたいのか。よっ。いや、最近背景描こうかなとは思ってるんだけどね。そうなん？うん。いや、笑うけどさ、私だって背景描けるよ。うん。でも今日もあれじゃもんね、あのスマホに送ってくれたもんね、お城。うん。あ、ワハージさん、お二人は普段どれくらい時間かけて描きます？あー、うちね、一枚描くに2、3日かかってしまうかもしれん。いや、2、3日で済まないときは大概じゃ大概じゃね。大概じゃん。私はどうだろう、一日で書こうと思ったら書けるけど、でもそんな当てて書くあれもないし、うん、のんびりと書いてます。そうじゃね、あのうちもあのお仕事から書いてから書き始めたり書いたりとかするけんね、1週間に1枚ぐらいのペースかね。で時間で換算したらなんかまあ3日かかっちゃるんかなって感じ。なんかね、時短できるねテクニックとかあったら教えてほしいよ。まあもちろんね、集中し、あのモチベ保つ方法とかあったらね教えてほしいね。うちとかはね、あの1個前の工程とかをね、レイヤーで残しといて、それをね、時々あの、表示したりとかして、今、ここまで進んじゃるから、もう少し頑張ろうとか、あの、おお、ここまで進んだんじゃって、で、ゴールまで頑張ろうみたいなね、そういうのやってモチベーション上げちゃるよ。そうなんよ、長いんよ。なんかね、だらだら描いてしまうとの熱量がね、どんどん落ちてしまうけんね、メイクシャッシャって描くのが一番勢いで描いてしまうのがいいんじゃけどね。今ね、ラフが残ってるけん、ちょっと待ってね。これこれ。元のラフはね、こんな感じなんよ。これをね、こう、ペンでサクッとラフを起こしてね、今これでちょっと今。そうそう、ちょっとね、ねるちゃんの目線ちょっと、下に落ちちゃって、二人一緒のところ見ちょらんかったけんね、目線、見るところを合わせたいなって思って。うん、ねるちゃんのその肩のやつ好き。何が？ねるちゃんのその肩の服のシワめっちゃ好き。すごい。ありがとう。ありがとう、ありがとう。なんでそんなうまいシワかける？なんかシワがかけるようになるなんか食べ物とかあるん？ね、それはね時々思うんじゃけどね、絵がうまい人って何食べちゃうんじゃろうってなるよね。なんか
生活からも違い出ちょるんじゃないかなって思って。クマ基本的に硬いペンで手振りやった方がいいからね。アーチさん、シワと影自然にかけていいですね、だってベルちゃん、ほんとうまいね。うん、なんかもう、気がついたらあっちゅう間になんか空気感のあれになったね。あと嬉しいよ。この手話はね、簡単に言ったら三角をひたすらかけ以上。服の手話三角？そう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 。この三角字はがほとんど構成されてるから、こういうことはよく。そういえばね、あの今週さ、あの、うん、ゴジラ VS コングがさ、上映始まってね、うん、見に行かんとって思っちゃって、ネタバレ食らってしまう前に早く見んとって思って。ネタバレ、そうなんよ、うちアベンジャーズのエンドゲームでネタバレ食らってしまったけん、もうあの悲劇を繰り返したくないけんね。でも なんかさ、言わないでおこう、うん、うん、言わないでおこう、うん、ネタバレじゃないけど言わないでおこう。まあね、うちも話振っちゃって、うん？ノーカウント。ノーカウント、うん。ノーカウント。あ、見ちょる？ちょっとね、うちの友達もさ、有給使って見に行っちゃってさ、ね、まあうちも引き継ぎじゃなけりゃ、有給使って見に行くにって思って。マジさ、アベンジャーズご存知なんですか？見ちょるよ、大好き。うちね、キャップが大好き、キャプテンアメリカ。キャップとね、あとね、アントマン、アントマン大好き。アントマンね、アベンジャーズってあんなにすごい重要キャラになると思わんくてね、ぶったまげたよ。いいな、アンさん、あの映画のネタバレなしじゃけんね、しじゃけんね。そうなんよ。キャプテンアメリカね、すごい。もうあのファーストアベンジャーズっていう最初の映画ですごい、もうあとは静かみにされてしまったよ。あんなね、優しくてかっこよくて、あのキャプテンアメリカってね、あの超人血清っていうお薬もらって、あのすごい屈強な体になって、あの
ヒーロー活動を始めるんだけど、その薬使う前のね、あのまだの体が弱かった頃の時点でもうすごいめっちゃかっこよくて、あのうちがねキャプテンアメリカすっごい好きになったんがね、あのその超人結成に撃つ兵隊選ぶ訓練の時に、あの教官がさ練習しとる兵士のところにさ、あのわざとね、あの手榴弾をさピン外してさ、そこの訓練生たちのあの集まってるところにポンって投げてね、訓練生たちがわーって逃げるんだけど、その時にあのキャプテンアメリカに、あのそのキャプテンアメリカになる人がね、あの自分の体をすごいってあの手榴弾をあの隠してね、みんな逃げろって言うんだけど、そこがめっちゃかっこよくってね、うちそれで好きになってしもた。あれで見て、あもうこの人この時点でヒーローなんじゃって思って。ねえ、もうすごいベタ惚れ。あれ、惚れちゃうよ。アントマンもね、すごいキャラクターがユニークで好きなんちゃう。ネルちゃんはアベンジャーズ、あの、アメコミ映画ってあんまり見ちょらんのじゃっけ。見てるよ。見ちょる？うん、めちゃほどじゃないけど。ヒーローだと誰が好き？ハルク。ハルク？ハルクええよね。うちハルクじゃとの、そうのバトルロイヤルがすごい好きじゃったね。ハルクすごい可愛くて、バッキーバッキーよね。ウィンターソルジャーズめっちゃ良かった。あれね、本当の映画も良かったし、今あれじゃろ、あのディズニープラスでね、今バッキーと、なんとバッキーとのファルコンがさ、ファルコンとウィンターソルジャーズで今ドラマやっちゃるんよね。あれ見たいな。映画やってくれんのかね、ドラマ限定。ずるいっちゃ。アンさん、アイアンマン好き？あ、アニメとかもやっちょるよね。うちね、あの頃アニメで知ってるのはバットマンとかじゃったっけね。そう、マーベルよりもね、 DC コミックスの方のアニメ見ちゃった。そう、あの頃あのスーパーマンとアイアンマンとか、あの辺が全然違うあの会社の漫画だってよく分かっちゃらんかったね。マージさん、ハルクの、あ、そうね、はい、あのアベンジャーズのね、単発の映画の時に変わったよね。うち的にはね、このアベンジャーズで変わった俳優さんでの単品のハルク映画とかね、見たいんじゃけどね。あとあれじゃ、うちデッドプールも好き。デップ、デップもね、すごいね、すごい、あのいいやつでも悪いやつでもないよスタンスみたいな感じでちょるけどね、やっぱあの人間味あふれてね、こうやっぱり好きじゃね、うち。そうなんよね、あの雰囲気変わるもんね、すごい、あの似とる人じゃなくて
なんかのインクレディブルハルクの時にもっとシュッとした人の感じだったもんね。今のアベンジャーズの映画のねハルクの人すごい本当にあの優しいおじさんじゃないけど博士みたいな感じで、あっちはすごいあれよね、あのアイアンマンのトニー・スタークと仲いいイメージよね。アメコミも映画もあれじゃもんね、今年からまたね、ちょっと去年は難しかったけんあれじゃけど、また動き出すみたいじゃけん、ブラックウィドウとか見たいね。ねるちゃん、そろそろ30分になりそうじゃん。うん、了解。じゃあ、そうですね。うん。はい。私はここまでやりました。おお、お疲れちゃ。すごいね。最初の段階残っちゃる？え？ん？最初の段階残っちゃる？最初の段階保存してない。いつも保存してるんだけど。よかったね。今日はこんな感じです。うん、2時間半ちょっとやってね、もうここまで仕上がってるからすごいよ。マージさん、マーベル見てよかったと改めて。ねえ、エンドゲームのさ、あの例のクライマックスシーンさ、と何？あの過去にトラベルするところとかね、あれほんとご褒美じゃったよね。マーベル語り枠やりたいね、また。なんかあったら、うん、うちはね、今の線画ができました。で、こっからね、着色してね、可愛く描けていけたらええな。できたらね、多分アイコンになると思うけんね、その時にまた見てもらいたいね。うん、じゃあね、はい、今日の配信はねここまでにしようかなって思います、うん、思います。はーい、ちょっと待って最後、うん、あ、はい、ちょっと待って最後コメント読み上げるけん。スズラヨリオ先生、見に来てくれてありがとう。アンさん、見に来てくれてありがとう。カペルさん、見に来てくれてありがとう。マリシュロさん、見に来てくれてありがとう。ノブさん、見に来てくれてありがとう。ゆうりさん、見に来てくれてありがとうね。山本クリニックさんも見に来てくれてありがとう。マジさん、見に来てくれてありがとう。ヒロマニさん、見に来てくれてありがとう。今年がおかみさん、見に来てくれてありがとう。ロイさん、見に来てくれてありがとうね。大丈夫かね、これで全部かね。あ、みんなお疲れ、お疲れ、ありがとうね。ありがとうございました。二人のね、今書いとるやつは多分、Twitter とかね、YouTube とかに多分上がると思うけんね。また見てもらえればって思います。はい。はい。ね、また次の配信の時には、あの、Twitter で告知すると思うんで、またよかったら遊びに来てくれると嬉しいです。です。じゃあの皆さん、おやすみなさい。またね。ありがとうございました、うん。ご視聴どうもありがとうございました。ねるさんの書き方めっちゃ参考になったって。本当にありがとう。ねえ、じゃあみんなおやす、うん、またね、おやすみね。バイバーイ。おやすみなさい。